ケミストリーライブ精一杯な気持ちがまず一つあって、ルフルギアを伝えられるか。まあ、最初にそのまあノジンとか、まあ、ケミストリーの担当マネージャーに、まあ、なって、でその時までは俺ケミストリーってもう本当に顔は知ってて、何をやってるかっていうのは知ってるんだけど、あんまこう見ることができなくて、すごい厳しい目でっていうか、やっぱその最初の僕の方も悪くて、その先入観があって、やっぱりテレビのオーディションに勝ち上がってきた、でその実力と中身というのはあんまり意識せずに、でだからそういう目で見てたところがあって、でそれでライブの映像をまず見て、こんなもんかやっぱりみたいなところは思ったかな。バンド経験がないってところで、もう自分のバンドイコールカラオケのお店の部屋だったから、酔っ払ってる時にしか歌ってなくて、ほとんど実際お客さんの顔も見れなかったし、どっか一点を見つけて、一点見つかったらそこばっか見て歌ってみたいな感じで、なんか後ろにいるバンドの皆さんと一体感っていうものはまだそこまではなく、やっぱり精一杯歌うって中で、まだデビューしたばっかりで、なんかどっかカラオケ感覚みたいな、なんか僕らバンドで育ったわけじゃないんで、なんかそういうまだその音があってそれに乗せて歌ってるみたいな、ただそういう中でのその精一杯、まあなるべく商売と思われないようにしようっていうことばっかりですかね。自分が歌うすごい好きな気持ちをみんなに分かってもらいたいっていうところで、来てくれた人にどれだけ自分たちの歌を伝えられるかっていうのがまだ本当に初めてだったんで分かんなかったんですけど、まだそのケミストリーのライブっていうね、俺と川端がどういう風に、見せ方とか持っていくっていうのはまず土台も何もゼロで、とりあえずなんかそういうのをさらけ出すっていう感じだったんで、まあ、あんまり気持ちいいもんじゃないですよね、この2人をどうやってライブやるか、まあ、単純にそのアマチュア時代にライブとステージのキャリアがないっていうのも知ってたし、で実際ねデビューシングルが100万枚超えてミリオンアーティストみたいな位置づけになっててムーブメント化し始めてたんでね、このギャップどうやって埋めようかなっていうのが最初すごく悩んでた。オーディションの時はひたすらデビューとりあえず したいがために、その楽しいとか別にねアピールだったから、その楽しくアピールってできなくて、俺はこうなんですっていう、こういうふうに歌ってますっていうアピールの必死で、何事も受け入れてやってやろうっていうのがあったんで、まあ、その楽しさを感じてる暇はなくて、人前に出て歌っちゃえば結構緊張はほぐれる方なんですけど、その頃はやっぱ歌詞を見ないでその何曲も歌うってところで大丈夫かなって、間違えないかなとか、なんかそういう心配をして、音外さないようにきっちり歌わないとみたいな、だからやっぱ CD のまま綺麗に伝えないとみたいな気持ちもやっぱりどっかにあったと思うんですよ。ライブはライブだから全然別物として考えられてなかったところもたくさんあったと思うん でデビューするとまたねこう、まあ、テレビで歌ったり、自分たちのなんて言うんでしょうね、まあ、作られたものを代名詞で歌ってるわけだけども、まあ、なぞって、ね、俺らが色をつけて歌うわけですけど、っていうのがあんまり、しっくりこなくて、気づくと自分がしたかったことってこういうことなのかなっていうのが迷いがあったりとかいっぱいしてて、でも世の中はすごく動いてて、
でやっと1年ぐらい経ってツアーがあったんですけど、大丈夫かなと、まあ最初思いましたけど、やっぱりそういうのもね、もうみんな分かってくれてて、周りのスタッフは実際ね、そのアルバムが出て、その時もいきなりね200万以上いって、その時にじゃあケミストリーのライブ、その200万枚以上売れてるアーティストのライブをやんなきゃいけないのかなと思った時に、そうじゃないだろうみたいな。歩いて
いえ、こんばんは。こんばんは。こんばんは。いえ、川端です。どっちです。本当にライブでも、そうですね、300万枚アルバムが僕ら売れて、っていうところでのプレッシャーもどっかで絶対あったと思うし、けどそこで、まあ、来てくれてるファンっていう人たちもケミスのライブはやっぱ分からないわけじゃないですか。初めてだってことで、僕らも初めてツアーというものをやるから、どういうケミスっていうのはこういうライブするんだっていうものをこのみんなにこう教えていかなきゃいけないっていうか、そういうものをみんなと作っていきたいみたいな、とりあえず弾けることで、そこで初めてバンドで、うん、みんなで奏でてステージでやるアンサンブルって楽しいんだなっていうのを初めて思って、で初めてなんかこう、ちょっと変わってきたっていうか、やっぱり歌とか音楽ってやっぱいいなっていうふうに思いましたね。夢を見たかい、掴み一緒にバックでバンドのメンバーが、いつもと違うテイストで来るとなんかもうね、こっちもイエーイって感じになっちゃってたまんないですからね。僕らそのテレビに出てる印象しかみんなないと思って、その印象で結構こう止まって手だけ動いてたりとか、あまり動かないイメージがある中で、そういうところはなんか壊すってイメージことじゃないですけど、僕らもこんだけ弾けるんだよってみたいな部分をすごい見せようと思っていた。本当にこのツアー、本当に次の曲でラストなんですが、本当にこういうライブができたのは、このたくさんのファンの皆さんのおかげでもあるし、あとはもうケミストリーのスタッフの皆さんが越してくれたから、俺らもここでスタッフに拍手、スタッフに拍手、みんな最高なスタッフです。これからもっともっと成長していくように頑張るんで、みんなもついてきてね。じゃあラストになるけど聞いてくれ。Yeah!
ことも忘れそうになってた。気がつけばすぐそこで明日が待ってる。このまま夜が終わらないと優しさが僕の心を締め付ける。未来に待ち焦がれ見下ろした。一つだけ心に焼き付けた。One, two, one.
ありがとう、ありがとう、ありがとう。ライブ、そのツアーっていうのができたのがやっぱ嬉しかったっていう気持ちがすごいあって、そういうところで、まあ表に出てるのは僕らがケミストリーとして出てやってるけど、その表には出てないスタッフのみんなのこととかやっぱりまた見て思い出して、最後の最後で俺らだけじゃないんだという気持ちがすごい自分の中で高ぶって、初めて歌ってて楽しいと思いましたけどね、仕事してて。ありがとう、ありがとう、ありがとう、また会おうね、イエイ。デビューして1年経って初めてそのツアー始まったわけで、うん、それまで日本のねメジャーな音楽誌にケミストリーっていうのがいて、そこに俺と川端がいるっていう、いまいちねモヤモヤとしてる実感がないっていう、のがすごくあって、ファーストで掴んだのはやっぱりその自分たちだけは楽しむんじゃなくて、そのバンドのみんなとも楽しむっていうこともまず一つあるし、それでお客さんを盛り上げることでのまた楽しみ方っていうか、もっともっとリアルにこう自分たちのもんだっていう、一つ一つの仕事だったり歌だったり作品とかっていうのがまあ薄かったんで実感なかったんだろうけど、でもなんかいっぱい聴いてくれてる人がいたんで、その人たちのためとかには歌えると、うん、でまあやっとファーストツアーでそれを、うん、できたのかな。まずこれを忘れないでセカンドツアーでまたもっともっとこういうこともできながらもっと成長していければっていう。そんな瞳って僕を見つめられるとだよ。
心が終わりじゃない、誰のせいでもない、出会う前から分かってたこと、恋に落ちるまでは思いは思いのままで、熱を失うだけ、あなたは帰るあの日の場所へ、僕は僕の道へ、さよなら漂う日々を忘れるわけもないさ、愛したことを忘れる人を愛したわけじゃない、はしゃいだ記憶か、あなた責める時はその痛み僕も分かち合ってる、どこか違う街で、思いは思いのままで、時を重ねるだけ、これからいくつ歪な夜明け、一人迎えるだろう、時間を止める魔法は、僕にはなかったみたい、二人はどうしてここまで来たんだろう、愛しちゃっただろう、離れたくない揺れ動く僕の口を塞ぐあなたも、濡れた瞳は隠せない、月が照らすから、思いは思いのままで、熱を失うだけ、思いは
から今は涙を拭きなよ、いつもの笑顔で。セカンドツアーは本当に好き勝手にやるだけではなく、やっぱり落ち着いた、落ち着いたというか聴かせるっていう今度は課題っていうか、まあ、そういうところが僕らにはなかったんで、まだツアーとしてもあんまり誇示するってつもりはないんだけど、ちゃんと自分たちもね、音楽的な歌だったりコメントをするんだよっていうのがまずやりたかったですけどね。でしかもやっぱアコースティックとかだとすごいもう本当の息遣いとかまで細かいところまで本当に聞こえるじゃないですか。やっぱそういうところもだから変な感じこうミスはできないというか、すごい自分にもすごい本当にファースト以上のプレッシャーがあって、もう本当に力が一本一本抜けない。その人のセンスで歌っちゃう、だからその一つの歌を自分でストーリー持って歌える、ね、その公演公演で今日はこんな感じです、じゃあ次はこんな感じです、こっちもどう、あっちどうっていう風になんか歌える。何かもう祈りながらも出る前にもう気合を入れて真剣にいかないと本当に怖いんで、僕らはこういう風に解釈で歌を歌いました、わかるっていう感じですかね、お客さんに対して。シュッシュッ、あのウイさん黒いやつ、いやこれすげえぞ、うん、うわーカロキジョニーか、サンドバッグは、サンドバッグあったらいい、あー本当欲しい今ジョニーで、そんなことかもしれないジョニーで、これジョニーで、意外でな、いやいいね、これ面白いなこれ話すのが早いですかね、か肘の使い方悪いか手首とか、 Baby I wanna do all of the things you may want toどげざが好きなんです、どげざが好きなんですよ、行くぞー、レイちゃんじゃないんだ、もっとでかいだろ、元気があれば何でもできる、よろしくお願いします、お願いします、キャ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 、よしじゃあ初日なんだけど、はい、私はい、お願いします、初日開けます、気合入れます、はい、ウェイウェイ、じゃあ、
よいよ、ね、いいよ、出す、はい、良くなると。これでも仙台で初めてだった。成功でした。君に初めて出会うその時までは一人で生きていけると思って歩いてたんだ。じっと抱え込んでた。どんな迷いもどんな心の怒りもあどけない微笑みが全部吹き飛ばしてくれた。ずっとずっと君のそばで誰よりも近いこの場所で何よりも強い気持ちで僕は君を守り続ける。なのに向き合った途端に強がって見せたりして、これまでもこれからも繰り返すかもしれない。伝えたい言葉さえ見つけられない、時は涙流そう。僕たち二人ならば全て乗り越えてゆくだろう。ずっとずっと君のそばで誰よりも近いこの場所で何よりも強い気持ちで僕は僕だけを見ててほしい。
押しつぶ数えてため息ついた。これだけの空前の中で、たった一つ初めて出会ったその時には探し続けてたんだ。僕は君を探してた。僕は君を探してた。僕は君を探してた。場所分かってんの？あんま。ちょっといい雰囲気じゃないこれ。なんか妙にそれっぽい映像なんだよ、この音と。やばいっすね。触ってないな。視界に絶対山が入ってくるから。そうなんですよ。どうしたよ。おお。よいしょ。イエイ。結びは食べる。結び2つと結びよし、チョイスで。なんと何して、ここあれなんですよ、うん、ちっちゃい時から風邪ひいて病院行くんですよ。熱出たりとかして、帰りに必ずここに行く。1回あたりめちゃくちゃうまそう。熱いっすね。
おお、涼しいっす。1860。これじゃあ飲み屋ある。60円ある。ある。どうすか小林さんは近いよ。今の気持ちはどうですか。爽快です。クワガタは何？何が取れる？クワガタ？クワガタ。ミヤマ、ミヤマ、ミヤマ。ミヤマ？マジで？でここ俺習字習ってたと思う。水上コンサート駐車場が微妙なんだよ。一緒花火とか夜ここに来てやったりとか、はい、やっぱりあれです、都会の人が来た方がいいですね、ここね、うん、もうこれストップですね。普通ですもんね、俺ね、俺たち。
繋がれた心は隠せないよ理想影が溶けたらそれでも決して離れないから僕は心を繋ぎ会えたらそれでも決して離れないから僕はもう決して離れないから暑さはハマりましたよね。暑さハマねえと思ったら、すげえハマってるから。どうしよう、いつもより声出し入るじゃん。声出しが。一応。いや、早くないっすよ、ね。濡れた気は。はい。今よりは全然いいっすよ。これ感じだし。どう入ってくる？ああ、結構来てるこれ。うわ、何も偉い。今ね、腫れとるんですよ。なんか物もらえ。で、今度腫れるんですよ。むかつく。サングラスしてるよ。あれもどう入れてるんですか？あ、入っとるのもありますけど、ほとんど入ってないんで、コンタクトなんで、乾いて落ちるんで。できます。電化お願いします。はい。出ましたね、ステージが。今までのが一番貴重だったね。このコール見に来たことある。これって10代より少ないんすか？いや、同じぐらい。誰のライブ？あ、思い出せない。俺あそこら辺に座ってた。猫来てうわーっつって。ネタがあるの。写真撮り撮りつつあるの。シューンと思って現像したらチェイクどんなの。チェイク好きだったの。すんげー好きだった。タイプはよりわかんなかったの。この間もっと近かったんです。言葉ちょっと覚えてきてジャンプしてたんでしょ。一番ピークぐらいの。嫌だな。今日は歌ってパッと親の顔発見したらすごい嫌です。お休み戻るか。階段来るわこれ。階段来るわ。階段来るわ。お疲れ様です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 。こっちを。よし、食べたよ。歌い続けろ。それが俺の運命。今日は広島なので、お兄ちゃん、はい、締めてください。わかりました。気合入れてください。カメラに撮ってください。緊張するわ。多分実際ね、
2回目でいけたら、うん、けど俺に広島ってことはどうなんだ無理やりね、あるよそれあるよあ、それそれそれうっす。じゃあ、クランチ。いくぜー！えぇー！ありがとうございます。ここら辺に来ると、ただいます。ライブハードでございます。広島。緊張してるんですね。おかしいですね、会話ね。ちょっと、ここ広島だったから、当時期のね、ちゃんと話してくれると、はい。非常に広島でライブをやることができまして、嬉しいです。ありがとうございます。いまいちね、どうしたらいまいちなんだよ。これ時間がないんですけど、うん、まあちょっと初めからもう下がりすぎてるね。でしょ。どうした？変だった。これだとなんか違う。妙な。妙な。頑張れ、しゃべれ。友達でいい。友達でいい。しゃべれ友達系これを来てたって作ってわかりました、どうですいただきます試験から潰したらさどうしようかね、どうやって見せたら嫁様どうちんか黒目がさでかいかな、はい、もっとそれこうやってテレビに出ることになってから、はいはいはい、もうだって2年は超えてるもんね。ああ、そうね。ちょっと待って、一言？え？一言？いや、まあ、いや、2年？だから、言ったじゃん、俺もちゃんとさ、うん、お父さんちゃんと言ったじゃん、だから。お父さん？お父さん言ったでしょ。言ったじゃん。うんそう、だからほらどうしたってなるからお母さん大変だからね、そうじゃなくてね、オーディションから、はいはい、こうやって僕らデビューできまして、うん、初めて会った時の印象、まあ、皆さんもご存知のように、まあ、最悪とあ、ね、2人がね2人が会った時がね最悪だとだってね何よまあいいけどなんだよ、そこまで言ってくれよ
あのね、あのですね、いやなんか普通にそのタムロットかじゃん。そんなことはない。あれおかしい。いやみんな寄ってきたんだって。いやでもタムロットだし。じゃあタムロットだったらタムロットって別にいいんだけど、うん、なんとなく感じが悪くてね。いや俺なんて感じ悪かったよ。しかも大阪オーディションで一緒だからね俺は。で残ったの二人で一緒なんですよ。だからもう、うん、もう一人のやつうめえなあいつと思ってた俺も。ちょっとなんかエレベーターで会った時ね、初めて二人でエレベーターで、うん、全然口聞かないで二人とも。だから片方はねタムロって嫌なやつでしょ。そうそうそう。俺はクールで嫌なやつ。どっちが来ないのみたいな、何キサンコラみたいな、それそれはキサンって思えたことがあるんですよ。そこからね、合宿があり、まあ、いろいろある中ですごく仲良くね、話すようになってね、はい、そうそうそうね、そうそう、うん、全然意外に話すと、そうそうそう、見た目で人を判断しちゃいかないよ。俺も思ったの。俺も思ったよ。でしょ。で、こうなったわけなんですけどね。オーディションといえばね、はいはい、まあやっぱり忘れられない曲ありますね。ああ、最後の夜。あの頃は最後の夜はもうオーディションの時からもずっと課題曲じゃねえ、うん、ある程度絞り込まれてレコーディング初めてして世の中に初めて出してでプロモーションしてでインストアライブとかしてレコード店とか行って何百人かの前の人で歌ったりとか、うん、割と飽きるまで歌いましたね、なんか、うん、でも改めてセカンドで、うん、歌えたから良かったんですけど、最後のあなたへの思いを今もとかそういう歌詞がもともとないんですよ。でそういうものをなんか最後にその時くっつけて僕らがそんでまあ歌ったんで、まあ、そういうことも初めてレコーディングするのに、まあ、初めて自分たち歌詞つけたりとか、まあコミュニケーション不足で、うん、でもっとうまいことできたのにとか思っちゃいましたけどね、あの時、うん、悔しいこととかいっぱいあったけど、すごい時間かかったんですよレコーディングが。その最後のフェイクとかもう全然決められてなくて、自分たちやっぱ浮かばなくて、その頃もそういうところでも悩みに悩んでブースの中で悩んじゃって、で結局夜中の3時ぐらいまでとかやって、うん、やっぱりちゃんと考えてきてフェイクとかもできた状態でブースに入らないといけないってこともやっぱり分かったし、そのどこで納得するかっていうものもやっぱ分からないじゃないですか。どれだけ綺麗に歌えばそれで気が済むのかって人それぞれだと思うんですけど、まあ、そういうところの、うん、どこで OK を出すかっていうのは自分たちの中でまだなかったんで、そういうところではすごい悩みましたね。何かを変えられた
楽しかったことばかりが浮かんでは、まぶたの裏側消えてゆくよ。思い出の中の心の傷跡は、不思議なくらいに浅く感じる。新しい場所には誰が、あなたを待ってるのだろう。たった一粒願いをこぼせたなら、一つでも何かを変えられたのかな。たった一ながら、その今度はやっぱりファーストよりは聴かせる
ところはちゃんと聞かせて、アコースティックなんで、やっぱその聞かせながらもやっぱりファーストでこう身につけたところを弾ける部分をうまく出せたらいいなっていうのはすごい思っていて、ツアーの中でもやっぱそのお客さんを目の前にした時にやっぱその反応をすごく見ていて、ツアーに入ってからのやっぱ自分の意見が言えるようになったりもしていて、なんかこう後半もっとこう盛り上がりたいんだけど、このままじゃやっぱりすごく盛り上がれない、じゃあなんだろうと思ったらみんなと話していって、それでやっぱりここで何か掛け合いを作った方がいいんじゃないかとか、もうちょっとここでお客さん引っ張った方がいいんじゃないかとか、本当に俺今すごいいいことができているつもり、自分が本当に楽しめてるっていうものを感じるとき、やっぱその歌ってる姿をみんなが見て喜んでくれるときですね。僕が小学校2年生ぐらいの時に、その親がレコードを持っていて、そのレコードいつもこう勝手に聴いて僕が覚えていた曲なんですけど、まあ小学校2年生の割にはあまり歌い方してた気がするので、23歳になった俺が歌うこの曲がどうなってるかっていうのをね、みんな聴いてみてください。では早速聴いてください。
ってあなたのその透き通った瞳の中にあの消えそうに燃えそうなワイレットの心を映し出して見せてよ揺れながら何回も。クマさんっつってんすけど、クマさんいつもいいんすよ。私車からクマさんにお礼言おうと思ったら言えなかったです。あまりにも走ってくる姿が怖くて。フェスティバルの頃。オーケストラピットがあるから緊張しやすいんですよね。一番前のお客さんの顔が、ね、真っ暗で見えづらかったです。フェスバルホールね、俺思い出した。昔ね、そこライダースでそこでこけたんだよ。ボケピット降りて。うん、その辺だったな。松がいるやつ。フェスバルホール。ここに広くていい。横に広くていい。すごい。ここ面白いですよ。出方的にはこう前が見えるんで、こう吹きながらこうやっていかないといけないから。こう一応こう来ると真正面見えるじゃないですか。頭だけなんですよ。その、なんか、でも全然大丈夫ですよ。ちょっと自分も急ぎ気味に。とっても良かった。その後のあの間違いは帳消しになるよ。完全に言ってた。
明るい時に声っていっぱいあって、もうみんなも褒めたし、なんかあったんで。お疲れ様でした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 。アコースティックでもすごい盛り上がりました。鳥肌が立ちました。うまかったっすね。あんた、テレビとかで見る全然違う。歌でなんかみんなが癒されるすごい。めっちゃ良かった。一日目でな、震えた。感動しました。感動しましたもん。元気になりました。もうもう明日から学校だけど頑張ります。頑張ります。前よりもなんか声がよう聞こえて、やっぱアコースティックって感じ。
構成が最初はそうやって聞いて、その後こう盛り上がっていくから、うん、全部一個一個良かったと思います。今この街へ
これさ、うん、帰れもういいらしい。いや、どう行くのかなって俺の中だと、うん、合わせて、うん、帰れの、今このまま、今この街へ。バイカやろう。いつも怒るんだよ。乗ったよ。乗ったよほら。俺乗ったよ。ほら乗ったよ。かぜ。お前何笑ってんだお前これ。とかそういうリズムでやってしまうって言って、
あの2日ですね、今日ですね。はい、はい、じゃあ、気を入れて、はい、悔いのないように。はい、頑張っていただきます。あ、いや、いい勝負だ。アコースティックっていうその細かい音までなんか聞こえちゃう部分ではきちっともっとみんながわーっと思ってくれるような歌を歌いたいっていうところですごいプレッシャーやっぱありましたね、うん、もっとお客さんをね聞かせるっていうか、まあ、関心なのか感動なのか分かんないけど何かね残したい。
波音でもこの街にはお似合いだろう。もしこの目が、もしこの耳が、二人だけの時忘れようと、もう誰かを、もうあんなには愛せないはずさ。ララララ今年も夏が訪れ、僕らも光が焦がせば、春の日差しに眠り続けた痛みも居場所を持て余す。薄れゆく記憶でさえ、君のことは消しきれない。もし心が、もし指先が違う人の時、誰かをもうあんなにも思い焦がれない、眠れない夜と月曜夕凪そして君を思う、笑顔の行方はこれから決めようよ。もう一度失った場所から二人、もしこの目が、もしこの耳が違う人
ファーストセカンドで、まあ、バンド形式でやったファーストツアー、アコースティックでやったセカンドツアーっていうところで、まあ、その両方の楽しむっていう部分と聴かせるっていう部分をうまくやっぱ混ざり合わせた中でのまだより成長した部分っていうのがあって、ちゃんと音楽を楽しめるっていうところとファーストで経験です分かったこととセカンドで聴かせるっていう聴かせられたってことと、まあ、そういうのを合わせ持って、でもなおかつファーストツアーセカンドツアーでこう人前で経験していることによってのやっぱ余裕だったりとか、今までその音源に CD の音源に近いものが近いライブがなかったんで、そういうところで、まあ、僕も普通に好きな人の CD を聴いたら結構そのままの音で CD の音源に近いもののライブがすごいやっぱ楽しかったりするじゃないですか結構、まあ、そういうところでみんなまだそういうライブ経験してないなと思って、ファンのみんなもで僕らもそういうライブしたいと思っているところで音源に近い形でやろうっていうのが決まって、今回17都市、追加公演も合わせると27本、ホールとアリーナを含んだ形で、やるんですけど、まあ、2人にとってもちょっと声上げの規模というか、やっぱ、入れると約3ヶ月にわたる、ライブ工程になるんですけども、今回のライブは、まあ、ファーストセカンドでやってきたものの、まあ、集大成というか、まあ、3部作の最終章に、大阪城ホール、レインボーホール、武道館でアリーナの形式のところなんですね。でセンターステージは大体こんな感じになっていて、金網のようなもので埋まっていて、その上に木が、木枠のこの間みたいなバンド台があって、そこに皆さん乗っていただいて、皆さんが乗ってる真ん中が回り、2人が乗るであろうこの外側のベロの部分も回ります。今まで割と緊張感を持って始まってきたんですけど、今回はドドン、うわんぎゃーっつって始まりたいなと思っているので、元気に始まり元気に終わる。あ、どうぞ。違和感あったら即また、はい、うわーすげえ。ここを広げてくださいね。どっちが見えるの？赤が赤、今すげえ入る。これいってえ、なんかあれね、リングみたいな感じですね。そうそうそう、太ったね。画前そうでしょ、こうやって出てくる。第7試合、マイギフトの位置から It Takes Two に行くときは1段、これどうちゃんは上がり、バタヤンは下がって背中向けてくる感じ。ずっといくっすね、うん、はい、そしたらこれタンタタツタリロンタリロンって90度回るので、90度回るとさっき向いてなかった方に2人が向かれてる。おあ、こっちだ、こっからだ。おお、おはようございます。おはようございます。見ときすごいよこれ、リングみたいです。こっち来てもすげえ足が高いんだね。はい、そうだね、高い分すごい入れちゃうんだ。花道って結構短いんだ。ここで歌っちゃダメなのかな、やっぱり羽織っちゃうんですかね。いいけど気色悪いと思うよ、多分羽織っちゃうと思うから。メインはそこだから。そしてこの辺、多分ここら辺が歌わない時ここにいればいいんですか。うん、ここで煽っても全然、そうですね、ここでもうプロレスラーになってきますもん僕は。ケニープロレス、そうだな。そうだろお前ら、そうだろ。だってそこで歌うんだよ、企画ここだからね。あ、でも思ったよりもうちょっと近い、こういうところでは。あ、これが花道ですね。これはあのゴールと一緒だから。登場の時ですよ、花道。登場の時はね、どうちゃんがこっち、花道があっち。これ例えばケニーのところに行こうとしたらここはありですか。ありですよね。あれでもいいよ、あれでもいい、いいけどタツ君ここにいるから、あと裏から回れる。
でもここでもこれが欲しいですよ。あ、いいじゃん。これで止まってんすか、これごと回るんすか、これ大丈夫ですか。じゃあ俺がこうなっても大丈夫なの。じゃあ俺このまま回ってもいいですか。新しい公園にやってきた子供のようなね。これ止めるわ。止めるとはしごとかつながってる。はしご、はしごがあんの下でこうやってつながる。それぶら下がろうかな。あそこ。え？あのあれあれ。下のところね。山崎さん、はい、どうでしょう。これ2階どっから上がるんでしょう。2階に。あれ運転体力消耗してる。しながら時間かけてやらせてください。じゃあその動き確認でやる前に曲ケミの2人モニターチェックで曲やりましょうか。おそういうこともあるね。そういうこともあるんだ。いやーユースさん吐きそうです。怖いな。バリバリーとか言ったらもう、イエイ嫁さん、イエイ、イエイ。あ、やば、本場だ。全部聞かせないから。イエイ。目もある。全部ここ行ってるんですよ。同じようなとこしか行ってなかった。行こうと思うんだけど、気がついたらまたここに来てる。気がつくと同じとこに堂々巡る。そうだね、どっち向いてるか分かんなくなるもんね。さっき2回離れちゃったじゃん。2回離れちゃった。行ってないとこ行こうか。俺は逆行ったでしょ。本間さん寝ない方行った。でいい、うん、ピキピキピキって腰が。ぎっくり腰系の。めっちゃい。荒れてる？めちゃめちゃ荒れてます。踏ん張れ。こんなん負けたらないっすよ。まだ一日負けたらない。僕のお店です。あのピアノ興味ないけど。ひねったとかすげえ痛くてマジ。重たいぐるぐる巻きにしようかな。垂れてんのこう降りた時に先に変なことグニョってなったら、こっち回ったら、あ、割とここら辺からこうやったりとか、気持ち的にね、うん、もっとこう見えやすいところで降りた方がいいのかなって。そうすると一緒に降りちゃうとこっちがあれじゃないですか。降りる、そうそう、降りるとね反対側からなんだか分かんなくて。最後の2人のサビがあるんです。俺から始まって、うん、感想があるとこ、うん、あそこってなんか厚めに音をしまった方がいいのかな。行動的に難しいけど落ちるんじゃないですか、うん、ピアノソロ頭からバーンってもう行くってこうなってればいいかな、うん、はい。嫁さんのギターソロに なるじゃん。そしたらマタヤンはこっちに行き、ドウちゃんは向こう側が来てるから上がってって。急すぎないかな。一番てっぺんで一番真下だから。それをちょっと変だな。狙ってたんだけど。あ、それでもいいよ。昨日結構見てて頭見えないとかなんだとかあったから。
で、ここじゃ明らかに、この見えなすぎてつまんないな。そうそう、ところがこれずっと回ってるから。あ、そうなの、うん、そうです。この、その、この、この姿をみんなにこう見てもらうべく、ほぼ一周するの。あ、じゃあ大丈夫。じゃあ、ポイントに出させておきます。はい、いいな感じで。家が足りないじゃん。じゃあ本番よろしくお願いします。お願いします。どういうところにこれが来た方がいいですか。まあ膝の膝ですか。いきなりはいとか言うのでは多分まだ黙っちゃうと思うから、うん、何かしら引きの前よね。ね、そこがね関係ない。まあ、ね、なんか今までよね。でもいいし、なんか別に何話すかだけは何かあった方がいい、うん、多分。いきなりねえ、ねえ、ねえで行くともうやばいと思う。あそこら辺は目が赤いね。うん、これやった方がいいよ。ここが伸びる。マジで。こっちの足引っ掛けて押すから、ここでこっち来る。なんでかこう腹痛くなんねん。こうやって切ってんの。痛くないんだよね、本当はね。最初ない、なんかそういう気持ちになる。うわぁ、こぉ、合いすぎて頭。どこ、どこ乗る。合いすぎた、あ、ちょっと回るから、登って同じところ降りたとこで白目ね、うん、白目立って一番終わったら、俺が逆方向。俺も白目降りるんですよ。そうそう、二人で止まったところなんで、白目、うん、で、で、またやる。一番終わりで俺が回って、You go your way, I go my way. You go your way, I go my way. それ。イエイ。はい、誕生日だから、はい、誕生日だから、はい、じゃあ初日頑張ってやろう。はい、せーの、お願いします。お願いします。お願いします。後です、ステージで。お願いします。お願いします。イエイ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 ナイス。お願いします。お願いします。お願いします。覗いたりできない。覗くたらすぐそこはもうお客さん止まる。始まった始まったよ。おーって声が鳴ってきた。聞こえたな。始まった。
終わり方、どうやって帰り方決めてるの？帰り方変ですね。でもヤモリだってヤモリ雰囲気わかんないんで、盛り上がってるのか下がってるのかちょっとわかんないね。いまいちわかんない。撮った方が音程が取れる。もしあれだったら撮っちゃっていいかもしれない。モニターはどうですか？いや、ポイントだけ楽器はでも全体に割れてないんですけど、すごい音程、声がかかると割れちゃって。行きましょうか。いいですか？イヤモリが、イヤモリいらないかな。ありがとうございました。ユーゴのタイミングはまたやろう。お前がまだ帰れないユーゴやウェイ、I go my way、 ユーゴやウェイ、I go my ダウン、ユーゴやウェイ。残り26本だね。残り26本、そう考えると相当長いね。終わってるもん全部ね。やっと終わったね。長かったこの2ヶ月。面白かった。とりあえずまだ楽しかった。1本なりました。耳かね、ダメです。どういう感じになった？ポイントはもうはっきり言って、もう音がみんなガーッてきて聞こえなくなっちゃうんですよ。で多分下げてももうなんとなく雰囲気的に歌いづらいです。もうとにかくあれは取ったらピチコン、取らないと。取ったら大丈夫、してるとおかしかった。でかすぎても自分の声聞こえないです。俺あれ、俺なんか大事件だな。怖い。どうしようか。中盤までは大丈夫だった。大丈夫でした、聞いてて。全然、後半だけだもん。俺だけっぽいような話ばっかだよな。俺だけやばかったな。決してみましょう。おい、あっすごい。だからユーゴのさ、いつもの笑顔でで、融合やばいに、でもすぐ手拍子とか行かないで、もう気持ちを送って、こう行ってから、自分たちのこういう気持ちになってから、こう行くんで、いいかもしれない。無理やり引っ張らなくていい、うん、流れに身を任せて、うん、流れに身を任せて、音の呼ばれるままにやった方がいいと思う。あ、そうですね、俺らがだってこうやってる時に思いっきり、ほう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 言ってましたからね。俺、それ言った後にこれでもいいよ。うん、いい感じでしたと思うよ。モニターの問題解消したらきっとバッチリだと思う。さすがだよ。でも本当に、あの原因がはっきりしてるから、それは心配しなくていい。それを解消したら大丈夫。未だにずっと頭が離れないですけど、初日の大阪でイヤモニをしていて、でイヤモニが結構僕の中でなんかリハーサルの時は、まあ、元からあんまり好きじゃなかったんですけど、ここでなんか音が全部聞こえて、ここで歌ってる感じがあるんで、それが気持ち悪いなと思ってる中で、結局リハーサルではでもそれに慣れて、あ、結構強くも歌わなくて、あ、綺麗に歌えると思って本番、まあ、臨んだらかなりその自分のピッチのズレがすごいものだったんですよね。でもやっぱり僕はここで自分の声が聞こえて、ここでお客さんの声が少しわーって聞こえるのは、どうしてもこんだけな人が全角度で見てる中、その気持ちよさがもっと欲しかったんですよ。でハッピッチが外れるぐらいだったらもうない状態でみんなの声も聞こえる中で歌いたいと思って、でもイヤモニをやめて、まあリハーサルはもうそこからすごい細かくやって、まあ、やるようにして、まあ、どうにか立ち直ったんですけど、みんな大丈夫って言ってくれてるんだからと思って、自信持たなきゃいけないと思って、まあ、自信持っていつしか忘れてました。でもそういうことは、あれです。
ありがとうございます。松葉杖ダメです。ありがとうございます。ここのやっぱり炎症なし言われたの出るまで。これが売ってないんじゃなくて、これが売ってない。こんなもん。こんないいもん使わなくていい。ニッパ持ってこい、ニッパ。ほら。最初白目が動くときにどっちにも二人が乗ってた方がいいと思うので。はい。はい、後でやってみるね。はい。回っちゃいましょう、楽しいライブにしましょう、はい、それではみんな手を合わせていきましょう、はい、おっ新型一発キャリーでよっしゃーよっしゃお願いします。よろしくね。はい、今日どっちだったらね、どうもないけどどうもまた全部巻いてんの。はい、床に座りたい。ドレス、ピアス、言葉、ドレス、言葉、緊張しないね。じゃあ鈴木さん今向かってます。おー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 、俺だけしかこんなに通る向こう今朝向こうスムーズまた一回しかしてるんだわ。うー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 が痛めたけど、まあ今となっちゃもういい思い出なんで、それはもう乗り越えちゃったから、うん、もうどうでもいいんですけどね。まあ足が動かないから歌をいい感じに歌えるかとかね、他にできることはいっぱいあるから、まあでも何の足がなくなろうが、まあ、声だけは出るようにしたいですけどね、うん。お疲れ。
ごめん、今日。全然俺もだ。もう失敗せんから。全然大丈夫。お疲れ様です。お疲れ様でした。